リー軍はアメリカ合衆国のジョージア州にある軍。軍庁所在地はリーズバーグである。2000年国勢調査時の人口は24,757人だったが、2007年の推計時には3万3 5 0人に急増した。近くの4軍と共にオールバに大都市統計地域を構成している。リー軍、マスコギー軍、トループ軍、コーエタ軍、 キャロル軍の土地は1825年のインディアン、スプリングス条約で、クリーク族から割譲された。同年6月9日に、衆議会により、軍の境界線が策定されたが、翌年12月14日まで命名されなかった。この軍は、リチャード・ヘンリー・リーにちなみ名付けられた。国勢調査局によると、この軍の総面積は938平方キロで、 うち921平方キロが陸地総面積の1.72%にあたる16平方キロが水域となっている。2000年の国勢調査時点で、この軍には24,757人、8,229世帯、6,797家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり27人で、平方マイルに換算すると70人となる。 住居数は8813件で、1平方キロに平均10件が立っていることになる。住民のうち白人は82.24%、アフリカ系は15.50%、ネイティブアメリカンは0.24%、アジア系は0.84%、太平洋諸島系はセント、その他の人種はセント、混血はセント。 ヒスパニックは1.21%を占める。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド8229世帯のうち48.3%は18歳未満の子供と暮らしており、65.8%は夫婦で生活している。セントは未婚の女性が世帯主であり、セントは 家族以外の住人と同居している。14.3%が一人未世帯で4.3%を独居老人の世帯が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.91人、家庭の平均構成人数は3.21人である。住民のうち30.7%が18歳未満の未成年、8.5%が18歳、以上24歳、以下。 33.2%が25歳以上44歳以下、21.3%が45歳以上64歳以下、6.3%が65歳以上となっており、平均年齢は33歳である。女性100人に対して男性が102.1人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては100.2人いる。 一世帯あたりの平均収入は48,600ベイドル。家族ごとでは53,132ベイドルである。男性の平均収入は39,848ベイドル。女性の平均収入は25,715ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人あたりの収入は19,897ベイドルとなる。総人口の8.2%。 家族の6.5%、18歳未満の子供の10.5%、及び65歳以上の高齢者の11.7%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。